皆さん、お元気ですか？ヨゼフです。英検、準一級対策、単語熟語の研究です。では、始まり。単語熟語の研究第16回です。1番、リランダント、形容詞で余分なとか表現が冗長な。その冗長という日本語をですね、ちょっと調べてみますと、文章、話などが不必要に長くて無駄が多いことという意味で、つまり、その文章や話の中に同じことが何度も繰り返されているなど、無駄な部分があるという意味です。英検では、Repeat some information too much. 情報を繰り返しすぎているという表現に対応した正解の選択肢として Redundant が使われています。2番 Probability、何々の見込み of プラス ING 形。英検で There was low probability of her getting the job. 彼女がその職を得る見込みは低かったでした。3番 Ironic 皮肉のという形容詞ですね。It is ironic that the laziest boy passed exam. 皮肉にも1番の怠け者がその試験にパスしたのだ。英検では、It is sadly ironic that 何とかで、悲しいことだが皮肉にも何々です。その次、4番、Inflict、他動詞で、打撃、損害、苦痛などを与えるですが、The storm inflicted serious damage on the town で、嵐は町に大被害をもたらした。英検でもですね、Inflict great damage on で、何々に大きな被害を与えるで出ております。5番、Phobia、これ恐怖症ですかね。Fear よりも硬い語で、英検で Overcome a phobia で、恐怖症を克服するです。6番、exempt、義務などから免除する。The teacher exempted him from the test. 先生は彼の試験を免除した。英検では、受動態で、students were exempted from them. この them は実は英語の試験なんですが、学生はそれら英語の試験を免除された。7番、transform、変形させる、変質させる、change よりも硬い語ということで。英検では、transform the way people write。人々が文章を書く方法を変える。8番、treaty、国家間の条約のことですね。英検では、The New Treaty on 何とかで、何々に関する新しい条約。9番、milestone、画期的な事件、出来事。英検では、A milestone in the fight against global warming、地球温暖化に対する戦いにおける画期的な出来事。10番、profoundly、副詞で深くって意味です。英検では、She felt profoundly happy、彼女はとても幸せに感じた。11番、なぜか間違いが起こりやすい単語なのですが、サラリーですね。サラっていう形容詞がありまして、それに LI がついてるだけなのですが、徹底的にとかって意味です。12番はですね、ちょっと私は勝手に書いたんですが、LI を取ったサラにですね、BRED がついて、サラブレッド、競馬馬なんかのサラブレッドのことなんですが、純血種の馬って意味ですね。13番、スポットレス、シミのない、汚れのない、清潔なんです。で、レスってのはもちろんないって意味で、14番にスポットを引いてみたんですが、点という意味もありますが、シミとか汚れという意味もありまして、だから13はそういう意味で清潔なって意味でした。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねと、チャンネル登録を、よろしくお願いします。ヨゼフでした。さよなら。